こんにちは、サードラです。今回はモンスターハンターナウにおいて視聴者さんがめちゃくちゃヤバいバグに遭遇しまして、それの解決策についても紹介をしてくれていますので、注意環境含めてご紹介をさせていただこうかなと思います。 じゃあ、早速本題に入っていくんですが、今回このバグに遭遇された方が、こちらのウラナミウパコダンケルクさんなんですがえ、内容としては素材が消失するバグが現在発生しています。で、内容を見てみるんですが、えやばいバグで所持しているこちらですね、流玉のかけらが全部消えた10個です。問い合わせしたところ、アイテム削除中にネットワークエラーが表示されると、意図しないアイテムが削除されるケースがあるっぽいということなので、まあ、要はまとめると、ネットワーークエラー中で ですねにアイテム削除をしてしまうと自分が削除するつもりじゃないアイテムが削除されてしまうパターンがあるみたいですで現状これを回避する方法なんですが こちらですね削除するときにネットワークエラーが発生した際は一度素材削除確認画面を閉じてくださいということで、まあ、これがね運営さんから来た解決策になっているみたいですなのでもしアイテム削除するときに通信エラーが出てしまった場合は一度アイテム削除の画面を消していただいてからもう一度 エラー解消後に開いていただけると、このバグは現状発生しないみたいなので、注意をしていただければと思います。で、もし万が一、こういった症状に遭遇してしまった場合ですね、は、こちらの画像のように、ナイアンティックさんに問い合わせをしていただければ、消えた分のアイテムは補填してくれるっていうことなので、ま、万が一、もう現状でこれに遭遇してしまったとか、このバグが治るまでに、こちらに遭遇してしまったっていう場合は、ナイアンティックさんに問い合わせをしていただいて、補填をしてもらうことができるということでした。で、この この方に関しては、流玉の欠片10個でもめちゃくちゃやばいんですが、リオレイヤー紙の逆輪も消えているっていうことだったので、かなり致命的なバグだと思いますので、ぜひ皆さんアップデートが来るまでは注意をしていただければなっていうことで、今回注意喚起の動画ですね。で、今回情報提供いただいた、ウラナミウパコダンケルクさんの Twitter に関しては、概要欄とコメント欄にリンク貼っておきますので、気になるっていう方はぜひそちらから見ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもモンハンダウの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントください。 さると嬉しいですバイバイ